こんにちは、みさと21です。長らくルマフュージョンを触っていなかったんですけれども、気づいたらバージョンが 2.1 にアップデートしていました。今回のアップデートでどんなことができるようになったのかっていうのを、久しぶりなんですけどもちょっと見てみようと思います。こちらが今回のアップデート項目になります。大きく5つですね。実際はこれ以外にも細かな変更がいろんなところにあるようです。それでは1つ目です。この左上のソースエリアですね、ここをタップするとファイルという場所があるんですけども、ここに外部ストレージなんかへのリンクを追加することができます。実際には外付け記憶装置の他に同じネットワーク上にあるネットワークドライブとか、あるいはメディアの共有フォルダーがあるアプリなんかにアクセスすることができるようです。例えばそのアプリっていうのはフィルミックプロなんていうアプリにアクセスできるそうです。ちなみにフィルミックプロというのはカメラアプリのようですね。正直私も使ったことがなくてですね、どんなものかわかりません。で、かつここでお伝えしておきたいんですけれども、こういう外部記憶装置っていうのも実は今私が持っていない環境でして、残念ながら実際に試した内容をお伝えすることができないんですね。ですのであくまで私が持っている情報を共有させていただくという、そういうスタンスでお伝えしております。実際に試すことができる方がいらっしゃれば、体験なんかをコメントいただければ他の方の参考になると思います。ですので、まあよくアクセスするフォルダへのリンクをここに追加しておけば素材を取り出すのが楽になりますよということですね。で、追加が完了すればですね、ここで素材を探して、でプレビューを表示したりとか、あるいは素材のトリミングですね、長すぎる動画の、始めと終わりの方をざっくり切り取っちゃうトリミング、これができるようになるそうです。でそのリンク先に、新しいデータが追加された時には、当然自動的に表示されるようになっているということです。それでですね、そのリンクしたフォルダを今度削除したいっていう時はですね、そのドライブ名を長押しすると、リンクの削除というメニューが出てきて消せるようです。ちなみにですね、あくまで消えるのはリンクだけで、そのフォルダの中のデータが消えてしまうわけではないので安心してください。それでですね、先ほど私外部記憶装置持ってないので、できない、実際にちょっと試すことができないんですけども、試しに何でもいいからフォルダをリンクしてみようと思って試したんですね。そうしたらこういうふうに、謎のリンクが追加されてですね、でこれが長押ししても消せないんですよね。別にいいんですけれども、皆さんもね、こうやって外部リンクじゃない、変なところを押すと、もしかしたら同じようなことになってしまうかもしれませんので気をつけてください。例えば、ここにですね、今おしゃれスーパーというフォルダがあるんですけども、これベルギーのなんかおしゃれなスーパーに行った時の写真をですね、 iCloud に保存してたんですよ。でそこへのリンクを試しに追加してみようと思ったんですけど、これが無事追加されたんですけど、ここを削除しようと思って長押ししてもですね、特にエラーメッセージが出て何もできなくなっちゃったんですよね。こうして追加したリンクから取り出した素材をタイムラインに載せた時にはですね、でこの素材データっていうのは一時的にルマフュージョンのアプリの中に保存されています。でファイルアプリの中を探してみるとですね、ダウンロードというフォルダの中に、そのデータが格納されているはずです。でこのデータを使わなくなった時にですね、自動的に、ルマフュージョンは削除をしてくれたりとかするんですけども、そのまま削除してくれてもいいし、そうじゃない、残しとくみたいな、そういう設定もできますので、その設定の仕方はですね、別の動画で説明していますので、よろしければそちらを参考になさってください。ということで、ルマフュージョン 2.1 アップデートの一つ、外部ドライブへのアクセス向上について情報共有させていただきました。ご視聴ありがとうございました。